行こうか、マリ。え、でも。カスミラを探しに行く。なんだよ。あいつの死体なんかどこにもないだろう。そんなもんは見てないんだ。見てないってことはないってことなんだよ。ないってことは違うってことじゃねえのか。俺は絶対信じない。見てもないんだ。何をどう諦めるんだよ。そんな理屈100万回でも論破してやるっていうか、言葉も必要ない。あいつら見つけて捕まえて確認すりゃそれで終わりだ。こんなとこでバカ晒してるよりずっと現実的だろ。だからなあ、くそ。ごめん。ごめんなさい。私がつまんないわがまま言ったから。私が霞に優越感なんか持ったから。私ね、霞より蓮の近くにいれるのが嬉しいって言ったし、思った。ずっとそうだったらいいって思った。だからごめんね。ごめんなさい。関係ない。そんなの一体何の因果関係があるんだよ。マリーがそう思ったらそうなんのかよ。どこの神様の話だそりゃ。いいんだよ、理屈通んないこと言わないでくれ。マリーに何の落ち度もない。でも私、霞を放っとくってレンの考えを止めなかったよ。最初は止めようとしたくせに、途中でずるいこと考えてすぐに意見引っ込めちゃったよ。それは俺はあの時マリーが何言おうとそうするつもりだったんだ。気にする必要なんかない。じゃあやっぱり私が一番悪いんじゃない。君にそうさせたのは私だよ。マレウスなんかと手を組んで君を引っ張り出したのは私。私が余計なことしなかったら君はきっとここに来てた。そしたらこんなことにはならなかった。呼べば絶対来てくれるって分かってたから呼んだんだもん。弁解の余地ないよ。じゃああんた死にたいのかよ。見損なうなよ。俺はそんなクソ野郎じゃない。もうやめてくれよ。二人して私が私がって、俺は二人のせいだなんて思ってないし、そんな風に責任感じてほしくないんだ。でもそれは、あなたがいつも言ってることなんじゃないの。こんばんは。荒れてるようね。ご機嫌いかが。やめてよ。気持ちはわかるけど、八つ当たりなんかされても困る。まあここで私を殺せればそっちの得になるんだけれど、そのつもりなら逃げるわよ。そしてあなたは損をする。損だと。周りの人には笑っていてほしいんだよね、藤井君は。自分の好きな人たちが笑っていたら幸せな気分になれるもんね。
だから献身するし、骨も折る。あくまで隠れて、たった一人で。誰にもそれを見られないように。見られてしまったら、知られてしまったら、好きな人たちの笑顔が曇ってしまう。そんなものは見たくないし、頑張ったご褒美が泣き顔じゃ報われない。頑張るためにも笑顔が欲しい。それさえあれば奮い立てる。どんなにボロボロになっても折れない剣に、輝かせてくれるのは日だまりの記憶。うん、わかるよ。理解できる。うまくはまれば最強になれるかもしれない方程式だけど、一度かけ違えると血で血を洗う羽目になる。彼女たちも同じ理屈であなたに笑ってほしいのよ。だけど無理よね。こうなったら傷つけ合うことしかできない。どっちも血に濡れてるもの。それじゃあダメで、刃は錆びる。輝かないし、折れて朽ちる。綾瀬さんはあなたたちの太陽だったわけだ。ご愁傷様。ベラベラと死にに来たのかお前。言ったでしょ、そんなつもりはない。ただ不毛なことをやってるから、第三者の私が手っ取り早くまとめてあげる。単に責任の所在をはっきりさせておきたいんでしょ。なのに三人とも譲らないから面倒なことになってるのよ。だから私が客観的に一人一人の過失を上げていきましょうか。まずあなた、さっきあなたが言ってたことには嘘がある。本当は怖かったんでしょ、彼に嫌われるのが。氷室先輩に会いたがっている彼を止めて面倒な女だと思われるのが怖かった。だから理解のあるふりをして今も本音をごまかしている。その臆病さ、ちゃんと気持ちをぶつけられない接触の下手さがあなたの過失。そんな。そして最悪、第三が開くことを想定していながらもどこを開かせるかまで誘導できなかったのがあなたの過失。ロシアンルーレットで弾かれるどこかに誰かが運悪くいるかもしれない可能性を考慮していなかった。ここの遊佐君、彼がベイに狙われているのを知らなかった以上、しょうがなくはありますが、それでも爪が甘かったことに変わりはない。あと私はあなたが思ってるほど単純バカじゃありませんよ。賢くはないと自覚はしていますけどね。それから、あなた方向音痴でしょ。どうせ藤井君のことだから、マレウスからスワスチカの場所を聞き出したと思うけど、そこにここは入ってなかった。違う。あいつのことは信用できない。ええ、その通りよ。あんなの信用したらバカを見る。だから疑っていたはずなのにね。どこか、ここ以外のどこかをフェイクとして挙げられた時、頭の中で地図を思い描かなかった。だから方向音痴だって言ってるのよ。スワスチカは鍵十字のこと。8箇所つなげば図形になる。頭の地図が正確だったら虚実はすぐ割れたのにね。それがあなたの過失。反論は？話してくれる？なんでルサルカはそんなことをしたんだ。
まあ、おぼろげながらわかるような気もするけど。確認したいことがあります。ヨハンとは誰ですか？ヨハン？それはもう言ったでしょ。わからないよ。むしろこっちが知りたい。ですがマレウスは明らかにその名を聞いて態度が変わりましたよ。そうだね。それはそうだけど。あなたがゲイカから聞いたというのは嘘じゃないよ。でもそれが何？桜井さんは何かわかるっていうの？いいえ。仮説に仮説を重ねすぎた考えなので言うつもりもありません。ただですね。あれが狙っているのは私たちの仲間割れによる全滅でしょ。まあそれはあなたの願いでもあるようですが、ともかくマレウスは残存6名の中で一人だけの勝ち抜けを狙っている。そのことは間違いない。そしてそうなると一番の障害は誰か。私？いいえ。ベイ？違うでしょ。バビロン？カイン？ありえない。じゃあ。ええ。ゲーカですよ。彼が一番恐ろしい。ヴァレリア・トリファは最強だ。これは勘ですが、おそらく半ば終わっていますよ。今頃勝ち誇っているような気がする。ですがまあ、あれの狙いが何であれ、私としては自分が死ななければいいだけのこと。競争相手が減るのなら、こちらも別に構わない。でもあなたには、有意義な情報を教えてもらった借りが一応ありますからね。おぎり程度に、そのことを伝えに来たというだけです。教会に戻ってはいかがですか？先の話、どうするにせよ、ゲイカとバビロンはあなたは無視できないでしょう。ここで後ろ向きな喧嘩をやっているより、ずっと有意義だと思いますがね。うん、そうだね。いいの？よくはないけど。止められないだろう。それから藤井君。ああ、分かってるよ。友達の生死を確かめるのに一番手っ取り早い方法を試す気なんでしょ。当たり前だ。じゃあベイに直接正せばいい。私も彼に用がある。一緒に来るの？来ないの？どっち？
よかろう。悪くないぞ、中道大義だ。存分にやれ、イザオ。城のことは良しらしめるがいい。悲しき意図小さき者ども、ケラ殺し合わずに折れないならば。それこそが人間、私の愛する、私の血肉となるものだよ。まあ、それも言い得てみようか。おー種番、おー種番、 Beat rising deine Blätter, Du grüßt nicht nur zur Sommerzeit, Nein, nach dem Winter wenn es schneit. おー種番、おー種番、 Beat rising deine Blätter。おー種番、おー種番、 Du kannst mir sehr gefallen, Wie oft hat schon zur Weihnachtszeit, Nein, warum in dir mich hoch erfreut. おー種番、おー種番、 Du kannst mir sehr gefallen。Ich wünsche dir viel Glück für dein neues Leben hier. まったく。
すごいな、私。涙なんか出てる。リーザ、私ですが、今、よろしいですか？その、ごめんなさい。ちょっと待って。どうぞ。失礼。ああ、お構いなく。どうぞ気にせずかけてください。別にどうもなっていませんよ。あなた、もしかして酔ってるの？ええ、まあそうですね。ほんの多少ではありますが、ともかくこんな夜だ。よければご一緒にと思いましてね。ご心配なく、別に新手の悪ふざけをしているわけではないですよ。大は何もありません。さあ、飲まないのですか？え？ああ、そうね。じゃあ、いただこうかしら。どういう風の吹き回しか知らないけど、そうね。私も言われてみれば、飲みたいような気分だわ。あなたと差し迎えでやるのは初めてだけど、まあそんな日もあるか。あなたとこうして二人で飲むのは初めてでしたかね？ええ、多分そう。記憶にないわね。いつもは。だってあなた、私と二人きりになるのを避けてたでしょ？それくらい分かってるんだから。いや、確かに。それを否定はできませんが、私としてはあなたが望んでいないだろうと考えたからですよ。嫌われてると思ってた？ええ、違うのですか？違うね。大嫌い。機会があれば捕まえて7日7番でも絡んでやりたかったわよ。三日三晩くらいじゃ全然足りない。ほんと。あなたには昔から、いろいろ言葉にできないくらいいじめられたような気がするし。それは不徳のいたすところですね。でも、私のそばを離れなかったのは、考えてみれば、
あなただけか。友達とそう呼べるような相手は残らず私を見切っていったわ。まあしょうがないことだけど。察するにザミエル教ですか？ええ、彼女のああいうところ私はそう嫌いじゃないのよ。だけど向こうにしたら腹立たしくてしょうがないのでしょうけどね。それで思い出したのだけど、最後に私と二人で飲んだのはベアトリスだったわね。これはまた。あの方もあれでなかなか厳格でしたからね。融通が効かないのよ。そういうところ、誰かさんとそっくり。50年くらい前かしらね。バカじゃないですか、あなたは。腐った根性が映るんで近寄らないでくださいって。そんな風に言われたわよ。それからずっと口も聞いてくれなくて、ようやく話してくれたのは11年前。その時、お酒はなかったけれど。一体何を話したのですか？内緒よ。ただ、50年前の続きだったわね。私、あれからずっと考えましたけど、やっぱりあなたのことを軽蔑しますって。なんなのあの子は。40年も間を置いていきなりそんな。こっちがびっくりしちゃうわよ。まるで、その時言っておかないと後悔するみたいな。きっとわかっていたんでしょうね。自分の未来を。うん。いつの間にか私への嫌味ですか？ええ、言ったでしょ。三日三晩くらいじゃ足りないって。キルヒアイゼン教は自業自得と思いますがね。しかし。それは正直、初耳だ。つまるところキルヒアイゼン教はあなたしか知らない何かを知ったということでしょう。彼女の愚行はそこに原因があったとでも？言ったでしょ？内緒よ。いくら飲ませたって秘密は秘密よ。ええ、分かっていますよ。私も言ったでしょう。タイはない。なんだかゲシュタポに尋問されてるみたいだわ。ああ、懐かしいですね。そういうこともありました。あなたと初めてお会いしたのはその時で。ええ、それから皮肉くらいちゃんと理解してほしいわね。虚しくなってくるじゃない。いやいや、無論わかっていますよ。私とこうして向かい合うのが視覚的にゲシュタポじみていると、それはすなわちあなたにとって。ねえバレリア、この前言っていたのはどういうこと？はて、私は何か言いましたかね？あなたの望む道が閉ざされたって。
応あなたの望みが何なのか私は分かっているつもりなのよ。それがダメになったということは、つまり連座で私たち全員も失敗するはずなのに、黄金錬成はむしろ鉄壁になると言ったわね。それじゃ意味がわからないし、理屈が全然通らない。いいえ、というより分かりすぎて理解できない。正気なの？あなたは私が正気などという贅沢なものを持っているとでも思ったのですか？私は救いなど求めない。私は永遠に罪人だ。罪を帳消しにする魔法などいりませんよ。ただいつまでも血で血を洗い続けるだけだ。こういうのを俗にマッチポンプというのでしょうね。まああなたに理解はできないでしょうが、そういう道もあるということ。でもそれは諦めたんでしょ？さて実際どうですかね。ただ諦めるだの諦めないだの、そんな一言で片付けられるものではありません。私は単に、いや、これはいつの間にやら私が尋問されていますね。あなたもなかなか怖い人だ、リザ。よく言うわよ。私はエレオノーレやベアトリスみたいに放火の下を走ったわけじゃないけれど、なんだか背筋が寒いわね。あなたとこうして話していると嫌な予感しかしてこないねえ、バレリアン。私の望みは叶うと思う？それはいずれわかりますよ。ただあまり買いかぶらないでいただきたい。私とて揺れることはあるし、わからないことも当然ある。常に事態を俯瞰してもろもろ残らず手のひらの上などと副首領閣下でもある前に、そんなことはありませんよ。私はつまらない男です。ただ逃げたくはないと思っていますが。故にあなたも逃げぬがよろしい。これが私の生産杯。強制はしません。ですが常に同輩から見切られてきた女に母が務まるとは思えぬし、これ以上は人間性の浪費だ。私はテレジアを愛している。結局それを不動のものとして確信したかっただけなのですよ。待って、答えを期待しない問いを投げれば、聞きたくもない答えが返ってくると思いなさい。そうした時は沈黙するものですよ。そして深く自問する。あるいは、あの、
私。レン。そう、懺悔も一つの選択ですよ。それになんだかんだと言いながらカインを起こしているのも知っています。走ると決めているのならあとは方向性の問題だ。そこは彼女と話して決めなさい。あなたに感謝を、テレジア。おかげでようやく目が覚めましたよ。ねえ、その私、あなたに聞きたいことがあるんだけど、教えてくれないかな、リザ。なんて偽善。リザ、つまり、私の方針は簡単。ここで、私と戦えばいい。なんでそうなるんだよ。お前の相手は後でいくらでもしてやるよ。俺はそんな暇じゃないんだ。お前が俺に協力めいた真似する理由も曖昧すぎてわからないな。ヴィルヘルムに用があるとか言ってたが、結局うまいこと言ってこの状況にするのが目的だったんじゃないのか。まあ確かに、それも完全には否定できない。藤井君とは決着ついてないものね。白黒つけたい気持ちは実際あるわよ。じゃあいいから聞きなさいよ。レイを舐めちゃダメよ。探し回って簡単に見つけられるような相手じゃないから、一種の猛獣だと思えばいい。鼻が利くのよ。
あの男。だから見つけるのがうまいし、隠れるのもうまい。隠れ回るタイプでもないけどね。それでも探そうとしたら見つからない。これは私の経験則だったら、おびき寄せるのが一番手っ取り早いでしょ。私なりにこれでも気を使っているのよ。ここなら人目を気にせず済むし、誰も犠牲にならない。仮に探して見つかって、それが病院やタワーだったらどうする気？そんなところで始めるの？できないでしょう、あなたには。だから一番やりやすい場所に誘うのよ。それがここ。つまりこれが最良だって？そう、誰も後悔しないで済みそうな道。ここで俺とお前が戦って、鍵つけたベイが乱入してくればよし。仮に来なくても私たちの決着はつけられる。俺としちゃ余計な消耗をしたくないんだけどな。あいつが狙い通り来たとして、タイミング的に終わった後だったら最悪だ。私に勝つこと前提で話してるのね。負けること前提で物考える奴がいるなら紹介してくれよ。それに来なかった時、空振りした挙句に4番目が開く。私としてはそうなっても別にいいわよ。ここを自分のものにできるんだし。俺に勝つこと前提かよ。負けること前提で話す人はいないんでしょ、実際。実際分かった。一つだけいいか？何？何が面白い？すごく興味あるんだもん。あなたもこれで私と一緒になったね。自分の彼氏が、自分の彼女が、自分の親が、兄弟が死んでしまったらどうしよう。事故でも病気でも殺人でも、何らかの不条理で大事な人を奪われたらどうしよう。泣いたり悲しんだり絶望したり、怒ったり悔しがったり恨んだり。俺は生きてる奴のことしか考えない。ためと言って生にするのはお断り。また同じこと言ってよ。言ってみせてよ。ねえ、言えるなら聞かせてよ。口先だけの男じゃないって、
感心するから証明してよ。それがすごく、とてもとても興味ある。いいから素直になりなさいよ。恥ずかしがることないじゃない。今の藤井君、素敵。迷って困って怖がって必死に目を背けてるその顔、可愛い。めちゃくちゃにしてやりたくなる。今のあなたなら仲良くできそう。黙れよ桜井。お前らは負け犬だ。俺はそんな奴らと同類になんかなるつもりはない。でも綾瀬さん死んじゃったじゃない。てめえはあいつの死体を見たってのかよ。生き返らせたいなら手を貸したっていいのよ。一人でやれ、バカ女。じゃあ、死んじゃいなさい。あとを追わせてあげるから。てめえが死ねよ。そうな綾瀬さん、結局あなたも人命に価値の優劣をつけている。要はこういうことでしょう。綾瀬さんは大事だけど、氷室先輩を犠牲にしてまで取り戻したいほど好きじゃない。かわいそう。ああかわいそうね。同じ女として同情する。だから詫びなさい。彼女に全員、私が一人残らずハイドリフ卿のところに送ってあげるわ。それが、いいえ、それこそが。あなたたちにとってきっと一番幸せな結末。
私も。まあ、お帰りなさい。座ったら。どうしたの？そんなところに立ちっぱなしじゃ寒いでしょ？こっちに来たら？バレリアのことなら放っておいていいから。喧嘩したの？いいえ。そんな風に見えた？わからない。泣いてたよね。そうね、泣いてたわ。家出娘が戻ってきたんだもの。当然でしょ。私は今まであまりうるさいことを言ってこなかったけど、それはあなたが特に問題を起こさなかったから。少し物足りなくもあったけど、さすがに遅すぎる反抗期にはびっくりしたわ。正直どうしようかと思って、何が起きたのかと思って、いろいろ考えちゃったじゃない。ごめんなさい。あのね、正直あまり時間がないの。用だけ済ませたら私はまた出ていくから。そんなにここにはいたくない？そういうわけじゃないけど。
もう今さら面倒なお芝居しなくていいから本音で話そうよリザ。私いつまでも子供じゃないよ。今まで一番話した回数が多いのはリザ。一番付き合いが長いのもリザ。私のことを多分一番知っていて、私が一番知らないのは、きっとリザ。今みたいな日が来ること、これまで何も話さなかったよね。始まる前も、始まった後も、リザはリザのままだったよね。リザは私に一番近くて、一番遠い人。座ったら？何にせよ。立ち話じゃ落ち着かないわ。だからまず座りなさい。すべてはそこから。座りなさい。で？年、いくつ？見た目、27、8歳くらいにしか見えないけれど、知る限り、10年くらいそのまんまだよね。答えて。1915年2月11日生まれ。だいたい、あなたの5倍くらいの年齢よ。バレリアは私よりもう少し年上になる。まああなたから見ればどちらも大差ないでしょうけど、知りたいことはそれだけ。他には？ナチスだったの？ええ、レーベンスボルン機関って言ってね、ありていに言えば後方支援みたいなところの出身よ。国家の血を絶やさないように子供を産んで、そして育てて次の時代に送り出す。女なら誰でもやっていることでしょ。あなたの生まれはそこになるわ。そう。正直なところあなたの前でこういう話をする気はなかったんだけど、想定していなかったから。ダメね。要領を得ない受け答えになるかもしれない。別にいいよ。適当なことを言われて煙に巻かれたくないし、ちゃんと自分の言葉で話してくれるならそれでいいよ。口がうますぎる人は、ちょっと苦手。ああ、誰のことを言っているのか、わかるわね。
あの人はどこに？さあ。でも、至って邪魔くさいだけでしょ。彼がいたら、私たちが喋る暇なんてなくなるわ。口、達者だもんね。ええ、本当に。リザは、私が怖いの？あなたがというより、この状況がね。言ったでしょ？想定外なの。実際、少し逃げ出したいわ。苦手なのよ。まっすぐに見られるのが。ねえ、私、天井向いて喋っていい？ダメ。私に死んでほしいと思ってる人が、情けないこと言わないで。どうせなら、もっとこう、鬼ババアみたいな感じになってくれるとやりやすい。それとも、そういうの作戦？違うわよ。ちょっと好きに喋ってみてよ。私、基本黙ってるから。いろいろ話してくれると助かるな。いろいろって？いろいろはいろいろだよ。いつ、どこで、何があって、どうして、今のリザになった経緯、動機とか、もろもろ、あんまり好きな言葉じゃないけど、私には知る権利があるって思わない？まあね。じゃあ話して。まさか、昔すぎて忘れちゃってるわけじゃないよね。それこそ、まさかよ。何年経っても、忘れられないことはある。ただ、そうね。その前に一つ聞きたい。レアは、そう、私たちの目的っていうか、黄金錬成の意味を分かってるの。ナデウスから聞いてる。あの覚醒器。でも、それとは別に、なんとなくだけど分かってたよ。特にこの一週間くらいで、妙な気分になることがあるの。妙って？私が私じゃないような。心当たりがあるんだね。黄金とは不滅のこと。つまり、死なない生き物になること。そして、死んだ人を生き返らせること。リザは多分、後者かな。桜井さんなんかも同じっぽい。とにかくあなたたちはそれが欲しくて。いろいろやってる。要は、交換なんでしょ？返して欲しい誰かがいるから、代わりに捧げるものがいる。リザが誰よっていうのはひとまず置いて、とにかく天秤なんだよね。欲しいものがとても重たいから、釣り合うように積み上げる。私はその生贄の一つで。等価交換っていうのよ。わかるよ。私も藤井君が助かるなら、みんな死んじゃえばいいと思う。だから家で、マレウスにそそのかされたわね。あれはたち悪いわよ。リザも人のこと言えないじゃない。ごもっとも。私、リザが間違ってるとか言う気はないよ。気持ち、わかるもの。頭から否定したりなんか、できないもの。
だから教えて。どうして？はじめはね、単につまらない意地だったのよ。もう70年以上前になる。私が今のあなたと同じくらいの年頃で、まあ要するに学生みたいなものだった時、なんだか無視できない友達がいてね。友達？そう。とは言っても、あなたにとっての藤井くんとか綾瀬さんとか、そういう関係じゃなかったわよ。あれはもっとこう、なんていうのかな、犬猿腐れん？いや違うな。喧嘩した記憶しかないんだけど、お互いにいなくなると張りがなくなるみたいな。強敵と書いて友？あ、それ面白い表現ね。そんな感じに近いかもしれない。とにかく、その友達とは喧嘩ばかりでね。何かにつけて争ったと思う。それこそ、どっちが早起きできるかなんてことまで。しまいには彼女、丸5日くらい不眠不休になっちゃって。それでも日々の課題は完璧にこなしてて。どうだ、貴様とは鍛え方が違うのだ、とかね。さすがにこれは、頭がおかしい人だと呆れたわよ。私はそんな彼女が苦手だったけど、真から嫌いなわけでもなくて、多分、負けたくなかったんだろうな。単純なライバル心ともちょっと違って、ただ競い合いを続けたかったというか、くだらないことで、いつまでも争う日々が悪くなかった。うん。それを続けていたいと思ったのよ。だから私は、彼女と常に並ばないといけない。引き離されたら競えないから。走って、走って。お互い子供じゃなくなって、気づけば、遊びじゃ済まされないところに、足を踏み入れてしまっていた。それが、ええ、ナチスよ。実際戦争も始まったしね。言い訳をするつもりはないんだけど、自分にできることをやらないわけにはいかないでしょ。立場があり、責任がある。国が勝とうが負けようが、自分に迷惑がかからなければどうでもいいよって。そういう考え、当時もあるにはあったけど、だいぶ理解の範疇を超えていたわね。少なくとも、私の知ってる常識的にはありえないこと。そのあたり、この国の現代っ子なら、少しは分かったりするのかな？うんうん。説得力ないかもしれないけど、リザが国を守ろうって思った気持ち、わかるよ。友達もそうだったの？ええ。彼女は軍人になったわね。すごい速度で力をつけていった。もはや国民的にもちょっとした有名人よ。確かに映えるからね。戦乙女っていうのは。そしてそうなれば、その後に続こうって子たちも当然出る。女の子の軍隊？今では珍しくないようだけどね。それでも基本、前線に出るようなことはあまりないでしょ？だから当時としては、本当に稀有。ちゃんと育てるシステムも怪しいし、周囲の理解なんかないに等しい。ジェンダーフリーもいいけれど、
適材適所の意味を履き違えちゃダメよ。そういう意味で例の友達はまさに能力的な適材適所を体現していたわけだけど、他の子たちはどうなると思う？なんだかすごく邪魔者扱いされそうだね。それで済めばいいけどね。女が戦場に出て銃弾を食らい殺される、それが愛国？冗談じゃない。私たちには私たちにしかできないことがあるでしょう。なぜそれをしない、戦う場所を間違えるの、とね。若い私は思ったわけよ。彼女はいい。あれは確かにその役にしか立たないような人だもの。常識外れの才能とそれを錆びつかせない国旗心の相乗作用で他の生き方を潰してしまったのは惜しいけれど、だから彼女のことは否定しない。だけど他の子が後に続くのはダメ。あれほどの才能にあれほどの努力、兼ね備えた子がそうそう出るわけないでしょ。勘違いをさせちゃいけないし、それをおせっかいと言えるほど優雅な状況でもない。まるで政治家の票集めだね。そうね、その通りだったかもしれない。私は彼女に勝たなければいけなかったの。その友達っていうのは？ええ、いるわよ今でもね。エレオノーレ・フォン・ビッテンブルグ、ハイドリヒ教の子の絵よ。いずれあなたも彼女と対面することになるかもしれない。あれは確か1939年の今頃だったかな。その日私たちはハイドリヒ教に出会った。エレオノーレは桁違いに強くなっていく。私がいたレーベンスボルンは言ったと思うけど、次世代の子供たちを育むのが目的。ええ、たくさん育てたわよ。百発百中の神経衰弱ができることか、ボールを坂の下から上に転がせられることかをね。そしてみんな、私の育て方が悪くて死んじゃった。ひどい矛盾。それがあなたの後悔？ええ、それが私の罪。そっか、わかった。そうなんだ。私はリザの孫かひ孫なんだね。
数は聞きたくないけれど、何人も何人もリザは殺した。それを償おうっていうのに私を殺しちゃったら矛盾だよ。だから少なくともリザにとってはそのことが贖罪にならないといけない。大変だったんだね。うん、リザのことよくわかったよ。嫌なこと話させてごめんなさい。だからもうそんなに自分を責めないで、おばあちゃん。悪い子ね。そんな心にもないこと。つまらないお芝居はもうやめようって言ったじゃない。なのにあなた、それ卑怯よ。何が？死ぬ気なんかないくせに。誰に似たのかしら。私も結構面の皮は厚いつもりだったけど、あなたはちょっと女優すぎる。狙い通り、すごいダメージ受けちゃったじゃない。そんなつもりはないし、言ったことは本音だよ。ねえリサ、私よくわかんないんだけど、私が死んであげないってことと、あなたを嫌いになれないってこと、どうして両立させちゃいけないの？頭固いんだから。仮にもそんなの着てるなら、もっと前向きになればいいのにね。あなたが脳天気なだけなのよ。だって勘違いしてるもの。私はもっとドロドロした女よ。自分でそんなこと言う人信じられないよ。あなたに兄弟か姉妹がいると言っても、私の子供の話よ。双子でね、イザークとヨハン。ヨハン。あなたはイザークの孫よ。で、わかるかしら。つまり私は同じ自分の息子を天秤にかけたのよ。いる方といらない方、役に立つ方と立たない方、そして愛せない方と愛せる方。前者はイザーク、後者はヨハン。だからね、食材がどうとか大外れよ。あなたを捧げる痛みを罰にするとか、実は全然思ってない。力があるのはイザークだった。父親に似ていたのもイザークだった。適性があるのは彼の方で、だから私は愛せない。これなら捧げても構わないって冷めた思考で選んだのよ。切り捨てても痛くない方の子供をね。そしてそれがあなたの血筋。これでもまだ私を嫌いになれないとか言える？じゃあリザは
ええ、ヨハンだけ逃がしたわ。死んだということにして、その後は一切会ってないし、行方も知らない。でもきっとどこかでその血筋は生きてるでしょうね。こんなひどい話に巻き込まれないまま、安全に、平穏に、あなたみたいな目に遭わないように。そう、よかった。リザもちゃんとお母さんだったんだね。やめようよ、もう。すごくそういうの似合ってない。あなたは本当におかしな子ね。そんなお人よしな性格でもないでしょうに。うん、でもいいこと聞いて、少し希望が見えてきたから。そのうちおっぱい大きくなるかもしれない。リザが私のひいおばあちゃんっていうことは、ここに無限のポテンシャルが詰まってる可能性があると思うのね。え、実際まだ成長期だよね。リザがそんなけしからん感じに育ったのは何歳くらいの時？ねえ、聞かない方がいいと思うわ。そうか、なるほどね。レアにとってはそれが一番問題なんだ。まあ、Bカップじゃ物足りないような態度を前に取られたから。藤井君がそんなことを？あなたの被害妄想でしょ。ねえ、レア。それであなたは結局、どうしたいの？言ったでしょ、藤井君を助けたいだけ。でも私、喧嘩とかできないし、やれることって言ったら一つだけで。私たちを争わせて自滅を狙うか。それでマレウスね。いい目の付けどころよ。あれはそういうのが好きだから。他人の足を引っ張って喜ぶ。競争相手を罠にかけて引きずり下ろすのは、実際彼女の18番。あなたのシナリオだと、私は誰に殺される予定なの？そこまで考えてないよ。っていうか、今までの話の流れでどうしてそういうことになるのよ。味方になってよ。私たちに手を貸してほしい。つまり私に諦めろって？そういうんじゃない。今まで結構楽しかったよ。なんだかいろいろひどいことになってるけどさ、今が来るまでのこれまでがなくなったわけじゃないじゃない。
全部茶番だったとしても。茶番だったらいけないの？言ったでしょ、楽しかったって。リザはどうだったの？答えて。結局最後は泣き落としか。あなたはあまり作詞に向いてるタイプじゃないわね。正直だって言ってよ。ねえ、本当に。レア、交渉の基本はね、相手を本意させる条件を出すことなの。私が望みを捨てる代わりにあなたは何かくれるというの？私の子供を一番最初に抱かせてあげる。名前も決めてよ。そして今度こそちゃんと愛して。それはまた。相手は藤井君？その予定だけど。なんで彼のことがそんなにいいの？なんでって言われても。私はね、少しそれが気になるし怖い。怖い？私ね、死体を操れるのよ。ここで実演する気はないけれど、まあとにかくそういうことができると思って。いつも死人のことばかり考えてたから、一種の業みたいなものなんでしょうね。翻せば死にゆくものしか愛せない。死体を抱きしめることに安らぎを覚え救われる。エンバーマー、お前はそういうものだろうと指摘した男が昔いた。否定できない自分のことが許せなかったわね。かなり嫌な男だったけど、彼の言うことはいつも恐ろしいほど的確だった。ねえレア、そんな私みたいな女が普通に恋をして結婚して子供なんか産めると思う？イザークとヨハンの父親は血の通った人間だったと思う？私は死人しか愛せない。ならばそう、近々極上の死体が生まれる。そう言われてね、実行したのが1942年6月の出来事。これは当の本人も知らない。イザークは普通の5倍くらい成長が早かった。お腹の中にいる時もね、2ヶ月ちょっとで生まれたわよ。黄金錬成に関わる古式、中核のグリューンを作れず焦っていた私に、カール・クラフトが道を示してからちょうどきっかり1年後、成果は出たわ。そして同時に後悔した。
私が望んでいたのはこれか。こんな父親とそっくりなものが。それであとは話した通り、私はイザークを切り捨てたけど、ねえ、わかるでしょ？見えてきたでしょ？私が何を恐れているのか。じゃあ、彼とカール・クラフトは異様なほど惹かれ合っていた。そしてあなたは藤井君に惹かれている。それでも言える？自分の気持ちは自分のものだと強くあなたは断言できる？その血に負けず、死を思わずにいられるの？関係ない！私の気持ちは私のものだよ。茶番の何が悪いって言ったじゃない。リザがどういう気持ちで接していても、なんで藤井君が好きなのかわからなくても、私が感じてる本当のことはここにあるもん。リザと違って薄いから、いつでもしっかりわかってる。またその話なの？ B には B の良さがあるって藤井君に教え込むから気にしないことにした。私の血筋がどうだとか、それは確かにショックだけど、そんなの結局おっぱい大きいとか小さいとかと変わらない問題だよ。むしろ私、ロミオとジュリエットみたいで燃えてきたね。藤井君にも選ぶ権利はあるんじゃない？うるさいな。私がお婿さんにするって決めたんだからそれでいいの？ねえ、だからいい加減に答えてよ。リザは私といてどうだったの？これでなかなか楽しかったわよ。カイン！ちょ、安心なさい。別に不吉なものじゃないわ。仮にもこんなものを着ているなら、そうね、本当にその通り。私の子供たちが安らかに眠れるよう原因を取り除かなければいけない。大丈夫よ、リア。私たちが守ってあげる。そうでしょ、バレリア。私も今、目が覚めたわ。ええ、そうですね。もはやこうなっては後に引けぬ。
待っていなさい、我が愛し子たちよ。必ずそこから救いましょう。あなたも付き合いなさい、マレウス。結果論ですが、この状況を作ったのはあなただ。そうよね。ハイドリヒ教から見れば、すべては餌か。悲しき糸小さき者ども、その哀絶、その皮膚、そして閃光のような情熱よ。ああ、甘いぞ。ケラ英雄の資格あり、ディエスイレの先兵たるにふさわしいな。あ、そうであろう、イザーク。死を思え。待ってて、イザーク。あなたを抱いてあげるから。その人も
救わないといけない。後継、母さん、ならば私は死である。誰が良いか、イザック。無論本身の美観に反するものを。最初に切られる常識じゃないか。あるわけねえだろ、依存なんてよ。よう、懐かしいな、イザーク。ご機嫌じゃねえか。見違えたぜ。その評価は的外れと答える。
私に機嫌などというものはない。ただあるものは断りに従い、黄金の意志を執行するのみである。はっ、変わんねえな、そういうとこはよ。ボケ、てめえで勝手に考えろ。試合はしたけどな、てめえも知ってるだろ、俺がどういうもんかよ。なるほど、理解した。であればこの状況、私がお前の邪魔をしたことになってしまう。ああ、まあそうだが気にすんな。このガキやるのはまた後だ。まずは根っこを修正しねえとよ。毎度毎度同じ展開じゃさすがにやってらんねえんだよ。あら、いいから始めてくれや、イザーク。了解した。ジョー、感謝し、黄金もお前を評価するに違いない。賓客として礼を尽くす。こちらも蹴りがつくな。ひとまず休み。いいぜ、うまい酒飲ませろ。待てよ。逃げられるとでも思ってんのかよ。セクのクラフトの代替、お前の招けば我らが黄金は言っている。地獄巡りを始めよう。ラ・ディヴィーナ・コメディ。その男を墓にする。
入る全てをもってしてもつなぎ止めることができない。彼は爆殺に散り、風を壊し、狂い泣き叫ぶ墓の文字。この世のありとあらゆるもの全て、彼の抑える力を持たない。知らぬならば答えよう。我が名はレギオン。ルリア、グラズヘイム、グランカムビフユンストベルトール、私の愛だ。よく噛みしめろ。イナも王も聞く。ここは私の世界で、私が王だ。セーサンハイム、マレンス、バビロン、ドバルカイム。ケーラ、望むものがあるのなら、屍を踏み越え、進むがいい。私のもとにたどり着ければ、どのような還元であれ、引き入れると約束しよう。そう、私に死ねというものでも構わんぞ。あるいは未知かもしれんだ。なあ、カーリー。